こんにちは。先日世間で話題になっているハンコ不要論について職場の上司に向かって、部長、ハンコがなくなるなんて世の中おかしいですよね、なんでだよと人目もはばからず泣いちゃったんです。そしたら部長に、確かに君の言う通りだな、ただな、君いつもハンコじゃなくてチンコで応援してるんだよって冷静に言われて、ハッとした僕はハンコいらんやんって思いました。ハンコ不要論、チンコ必要論です。はい、ということで今回は、見ていると不安になる不気味すぎる絵、人間の絶望を表現した恐怖の絵、母を失った喪失感が描かれた闇を感じる絵、痩せこけた妊婦のようなおぞましい絵といった怖い絵を4つほどご紹介していきたいと思います。快楽の園。快楽の園は、オランダ人画家のヒエロニムス・ボスが1503年から1504年にかけて制作したと言われている絵画で、左翼、中央、右翼の3枚の絵が三面鏡のようにつながる形で1枚の絵として成立しています。つまり左のノッチ、中央のアーチャン、右のカシウカで一つのパフュームです。左翼の絵には地上の楽園またはエデンの園が描かれているとされ、穏やかながらもどこか不安を感じさせる雰囲気が漂っています。また中央の絵は快楽を象徴した世界が展開されているとされ、無数の戯れる男女を通して様々なシーンが描かれているのですが、中央の絵画も左翼と同様どこか不気味さがあり、正規を描いた人々は皆細身でマネキンを思わせる無機質な描かれ方がされています。もしかするとボスはダッチ的な何かしらのワイフにハマっていたのかもしれません。そして右翼の絵には地獄を象徴したシーンが描かれ、悪魔の群れに様々な攻め苦を受ける人々の姿が見られます。中でも特に目を引くのが、中央に立ち卵の殻を思わせる胴体を持つ化け物、通称樹冠人間で、割れた胴体の中には酒場が展開され、頭部にあるプレートの上には心臓を思わせる形をしたバグパイプが置かれています。またこの化け物の顔だけは写実的な人間の顔をしていて、一層の不気味さを漂わせているのですが、この顔はボスの自画像ではないかという説もあります。まあこれは信じてもらえるか分かりませんが、実はこの化け物、僕が中学の時好きだった人にうり二つなんですよね。特に胴体で居酒屋開いてるところなんかそっくりです。食べログ評価は2くらいだったと思います。また他にも鳥の顔をした青い怪物、通称地獄の王子が人間を飲み込んでは亡者の落ちる穴に排泄し、暴食の罪に対する罰を与える様子が描かれていたり、ナイフを突き出した巨大な耳、通称耳の戦車が人間たちを切り裂いているなど、様々な攻め句が描かれており、この作品は怪奇幻想画家として有名だったボスの本領が遺憾なく発揮されていて、一度見たらしばらく忘れられない衝撃的な傑作絵画となっています。僕としては初めてガルボ食べた時の衝撃に近いです。またこの作品は未だに盛んな考察が行われ、多数の解釈が存在する作品でもあるため、正解にこだわらず絵から流れ込む強烈な印象から自分なりの解釈を見つけてみるのも面白いかもしれません。インノケンティウス10世。この絵画はイギリス人画家のフランシス・ベーコンが手掛けた作品で、正式名称はベラスケスによるインノケンティウス10世の肖像画後の終作と言います。タイトルにもある通り、この作品は単幾50年にスペイン人画家のディエゴ・ベラスケスが制作したインノケンティウス10世の肖像をモチーフに描かれた作品ですが、オリジナルとベーコンの作品を比較してみると受け取る印象は大いに違ってきます。ジーパンと短パンくらいは違います。ベラスケスが作成したオリジナルは優雅かつ穏やかな印象で、ローマ教皇として威厳のあるインノケンティウス10世が描かれています。一方ベーコンが手掛けた絵画は荒々しくスピード感があるタッチで描かれ、色使いや表情からは恐怖や不安などネガティブなイメージが脳内に流れ込んできます。まあ僕もベーコンのこの絵画を初めて見た時、なぜかしば漬け食べたいというインスピレーションが脳内に流れ込んできました。またベーコンをよく知る批評家によると、ベーコンはベラスケスの作品から伝わるイノケンティウス10世の教皇という孤立した立場に強くインスピレーションを受け、そこから伝わる孤独、不
不安、絶望を極端に強調した結果、この作品が生まれたとのことです。ちなみに両親曰く、卵、牛乳、ホットケーキミックスを混ぜて焼いたら僕が生まれたらしいです。またオリジナルとの大きな違いとして、インノケンティウス10世が大きく口を開けて叫んでいる点が挙げられますが、ベーコン本人によると、これは叫びを通して恐怖や不安を表現しているわけではなく、叫びそのものを描いているとのことです。ちなみにこの叫び声のモデルとなっているのは、1925年にソ連で公開された映画戦艦ポチョムキンに登場する乳母で、作中に登場する階段から乳母車が落ちて乳母が叫ぶシーンを参考にして描かれているそうです。欲望の謎、母よ母よ母よ。欲望の謎、母よ母よ母よは、スペイン人画家のサルバドール・ダリの作品です。虚無を根底に据えて否定、攻撃、破壊などを取り扱うダダイズムと呼ばれる芸術思想とシュールな世界観が融合したこの作品からは、言い知れぬ不安や孤独感が孤独死の生活に匹敵するレベルで放たれていて、自身を深く愛し育ててくれた母親の死をテーマに取り扱った数々の名画を残したダリが、自身の最も重要な作品の一つと考えた傑作です。まあ我々ファンザヘビーユーザーで言うところの時間よ止まれシリーズに当たる作品と言えるかもしれません。またこの絵画の中央に据えられた巨大な曲面体には多数のくぼみがあり、その一つ一つにはマ・メール、つまり母という文字が刻まれています。また大きく開いた2つの穴と多数のくぼみは、ダリ自身の心の摩耗を表現しているとされ、曲面体の言いようのない歪さやアンバランスさからも、母の死がいかにダリに大きな喪失感をもたらしたか感じ取ることができます。また曲面体の左下にあるパーツはダリの顔を表していて、そこにはアリが無数にたかっています。これについては、幼少期にコウモリの死体にアリが群がっているのを見たダリが強烈なショックを受けた経験から、アリの群れイコール死の象徴というイメージがアリに違う、ダリに強く根付いたことにちなんでいるそうです。もしダリの時代に香川照之の昆虫すごいズのアリの回が放送されていたら、ダリの価値観も変わっていたかもしれません。さらに曲面体の右上には恐怖を象徴するライオンの顔があり、死の恐怖に心を侵されるダリの心境が象徴的に表現されています。また奥には抱き合う人間とそれを見上げる顔、ナイフ、ライオンの顔が描かれており、これらはダリの喪失感と自身の存在価値に対する承認欲求が表現されていると言われています。なのでもしダリの時代にツイッターがあったら、リプ100件来るまで浮上しませんと書いてアイコン真っ黒にしてるタイプだと思います。ザ・エッグ。ザ・エッグはオーストリア人芸術家のアルフレッド・クビンの作品で、薄暗い空間の中、妊婦を思わせる腹部だけが膨らんだ痩せこけた女性が描かれており、そのすぐそばには死を連想させる墓穴のようなくぼみが彫られています。僕の考察だと、この墓穴のようなくぼみは雰囲気的に 100% 声ダメです。若くから芸術分野に強く惹かれていたクビンは、当初は風景写真家の弟子として活動していましたが、4年余りでその道を断念します。その後母の墓の前で自決を試みますが失敗し、オーストリア軍人の道を歩むのですが、メンタル面での問題が見つかり、神経衰弱で除隊となるなど、このぐらい人生を送っていました。しかしある時、叫びで有名なムンクや黒い絵シリーズを手掛けたゴヤの作品をはじめとする様々な芸術と出会ったことで、クビンは強く感銘を受けるとともに、自らの才能がパーン、頭パーンと開花していきます。それからの彼の作品は、過去の経験や精神的な弱さが作品と見事に調和を果たし、象徴主義、表現主義の芸術として人々を驚嘆させました。ちなみに僕のチャンネルも自由恋愛主義をモットーに、視聴者様に恋愛の素晴らしさ、フリーセックスの気軽さをお伝えしていければと思っています。
その後第一次世界大戦を経験したクビンは戦争に大きく心を揺さぶられ、生涯を通して戦争をテーマとして扱うことになります。そんなケビンの作品は生と死が独特な世界観で混ざり合うザ・エッグをはじめ、寂しさ、虚しさ、おぞましさを感じつつも目が離せない美しさを放ち、不思議な魅力がテレビくんの付録くらい詰まっています。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見てこれは印象派のアールデコのボジョレーヌーボーの写生主義と思った芸術を語りたい知識ゼロは、高評価とチャンネル登録、ベルマークの通知登録をして、アニメチャンネル、サブチャンネルの登録とツイッターのフォローをかけるからね。はい、賢者タイムなんですけれども、昨日はですね、ちょっと動画出そうかなと思っていて、で夕方頃に動画、その日出す動画のチェックをしてたところですね、気がついたらですね、もう意識がもうなくて、はい、なんかもう爆睡こいちゃってて、で夜中になっちゃってたっていう感じなんですけど、結構最近こういうのが多くて、なんか何なんでしょうね、なんか眠くなってるのを忘れてて、なんか作業に没頭してたらいつの間にかもう寝てたっていうパターンが多いで、まあそれだけちょっと集中してなんかいろいろできてるのはいいことのような気もするんですけど、ただちょっと予定がなんかめちゃくちゃになっちゃうっていうっていうことが結構あったりするんでですね、ちょっと気をつけていきたいかなというか、まあ規則正しい生活をちょっとあれしていきたいなと、まあそんな感じでございます。さよなら。